はい、いきます。濡れた部屋に僕の音が転がった。誰にも会えない顔なのにもうならよ。どちら様守るほど大した名じゃないが、誰かがこう呼ぶラフメーカー。あなたに笑顔を持ってきた。寒いから入れてくれラフメーカー。冗談じゃない、そんなを呼んだ覚えはない。消えてくれ、そこに会えたら泣けないだろう。ルラルララルラ。大交通の部屋にノックの音が飛び込んだ。あの野郎まだ嫌がったのか。消えてくれって言っただろう。そんな言葉を言われたのは生まれてこの方初めてだ。非常に悲しくなってきた。どうしよう泣きそうだ。ラフメーカー冗談じゃない、あんたが泣いてちゃしょうがない。泣きたいのは俺の方さ、こんな模様だおではない。ルラルラルラ。ドア合わせで背中合わせ、しっかり使えた鳴き声。膝を抱えて背中合わせ、もうすっかり使えた鳴き声。今でもしっかり俺を笑せるつもりがラフメーカー。それだけが生きがいなんだ。笑わせないと買えない。今ではあんたを部屋に入れてもいいと思えたら、困ったことにドアが開かない。たまた涙の水圧だ。そっちでドアを押してくれ。鍵はすでに開けたから、うーとかすーとか言ってくれ。どうしたおい、まさかラフメーカー冗談じゃない。今さら置いといておいて、まわず消えられた。信じた瞬間裏切った。ラフメーカー冗談じゃない。ガフガフの窓割れる音、鉄パイプ持って泣き顔で反対笑顔持ってきた。ドアを挟んで背中合わせ、小さな髪を取り出して俺に突きつけてこう言った。あんたの泣き顔笑えるぞ呆れ。